それではお待たせいたしました。続いて福島県二本松市からお越しいただきました三島神社学人会の皆様に下川崎三島神社の大々神楽を披露していただきます。下川崎三島神社の大々神楽はかつて二本松領内の神職が伝えていたものを明治に入ってから当時の神職が氏子の有志を募って学人会を組織して伝えてきたものです。現在は天地開闢、おろち退治、岩戸開きなどの舞が伝えられていて、三島神社の拝殿などで演じています。神話などを脚色した演劇風の舞、神楽能と神事や神楽や神事で手に持つ道具、取り物を持って舞う取り物舞、合わせて二重座が伝えられています。立ち振る舞いもすり足で神職神楽の形がよく残っているのも見どころの一つです。福島県内の大々神楽の中でも古い風格ある芸風が確実に伝承されていることから、平成28年に福島県の重要無形民俗文化財に指定されました。お囃子は特に笛の旋律の美しさが聞きどころの一つだそうです。それでは下川崎三島神社の大々神楽です。よろしくお願いします。Thank you.
Thank you.
本松市の下川崎三島神社大大神楽をご覧いただきました。これはおろち大臣ということで山田のおろちが出てきましたけれども、演じている方はほとんどこう床を這うような形でこう演じなければいけなくて、こう見ていてちょっと寒いんじゃないかなとか大変なんじゃないかなというふうな印象を受けました。さあ、それでは下川崎三島神社楽神会の佐々木会長にこちらにお越しいただきたいと思います。神話に基づいた、演目となっております。野旗を荒らし、そして人を襲ったりする恐ろしいおろちを退治し、世の中が平和で、安心して、住める町を作るためにおろち退治をしたところです。今後は平和な世の中が巡ると思います。ありがとうございます。そしてお囃子が聞きどころの一つというふうに考えましたけれども、笛が特に音色旋律が美しいというのも特徴と聞きました。この笛の奏法をこう保存伝承していくという面で考えますと、大変な部分もあるんじゃないですか。はい、冬の方はですね、舞い方と違って4年も5年もかかって、地道で毎日毎日少しずつ吹いて、上手になっていくもので、年数がかかるので非常に、後継者育成が苦労しております。曲目は11曲あって、その演目によってその曲を組み合わせてやってらっしゃるということなんですね。じゃあ上も11曲も覚えていかないといけないということですか。その通りでございます。一人前になるのは大体 4,5 年ぐらい、そのぐらいかかります。私はこれ始まって、今年で39年になります。それでもまた半人前です。それでもまだ半人前だと、すごく道は深いという、ね、ことを感じますけれども、このお囃子、そしてこれからこう伝承していく上では何かこう広げている伝承活動というのはあるんですか。地域で保存会を作りましてですね、皆様に理解をしていただいて、いろんな文化財、伝統芸能ばかりじゃなくていろんな文化財を今後の末永くですね、継承していきたいと考えております。次にこちら本番の会場で見られるのは11月23日の新嘗祭で、この神社での拝殿で毎日をされるんですよね。その通りでございます。だからもう床がだんだん冷えて冷たくなるような時期になりますが、やはりこのおろちの方とか大変なんじゃないですか。どんな特徴があるんでしょうか。前をやるのは真冬の寒い時でちょうどぐらいです。夏場も同じ服装でやってますので、夏場は非常に暑くてひどいですが、寒い差がちょうどぐらいですね。寒さが逆にちょうどいいぐらい、だからこう激しく舞が行われているということです。ここまで三島神社楽神会の佐々木会長にお話を伺いました。会場の皆様、今一度大きな拍手をお送りください。ありがとうございます。